ふうです。きーです。今日はですね、はい、なんかお話取ろうと思ってたんだけど、うん、毎月、はい、月記念日、スケート記念日なんか、イエーイ、終わってて、ね、1月6年半の記念日だったんで、ケーキ食べたんだけど、ちょっとね、その時に合わせて私、頼んでたものがあったんだけど、今日届いちゃったんで、届いてない、届いてないってずっと聞いてたんですよ。ずっとね、ね、なんか届かなかった、なんか届かなかったって言ってたんだけど。毎年ね、2019年からかな、うん、じゃあ、2018年から。うん、ね、頼んで、いつも作ってもらってた、シマウマプリントさんなんだけど、あ、そこに入ってる。毎年その年のね、思い出として、アルバムを個人的に私作って、ってスルタにプレゼントしてたんすよ。うん、作ってくれてたの。うん。2018年、これが2019年だったんだけど。毎年か、毎年ね。そう。1月から12月までの思い出を。チーが作ってくれるんだよ、選んで。そう。やってたの。なんか個人的にも選んでて楽しいし、なんか写真集に残せるのすごいいいなと思ったので。ちょっと2018年から、中途半端なんだけど、ちょっとね、恒例になってて、今年がまだちょっと、今年っていうか2020年がまだ作れてなかったので、うん、それをね、ついこの間作って、じゃあ今年、今月のプレゼントにしようって思ってたのが、ちょっと間に合わなくて。でーん。おー、綺麗だね。綺麗でしょ？なんかディズニーが。なんかすごい雑誌みたい。そう、ちょっと、なんかルルブにありそうだよね。ありそうだね。なんか、お、これいいかなと思ってそれにしてみました。ちょっとね、私の、うん、スマホの画質が上がったんで。そうだね、画質が上がって、ね。ちょっとね、良くなってると思うんで。でも、まあ、それがね、途中からだから、あれなんだけど。いい、どうぞ、見てくださいませ。あ、そっか、福袋から始まったね。そうなんですよ。あ、すごい画質良くない？あ、そうでもないね。お、バレンタインが。そう、ちゃんといろんなチョコ買ったね、つって。そうそう。今年の方が多いんで。いや、多分ね、全部乗り切ってない。全部じゃない。うん。アイビちゃん撮ったね。乗ったな。やば。あ、でもこれって。そう、まだね、1月なんですよ。だったんだ、うん。なんかすごいこの写真古く感じてしまった。パンケーキ最近食べてないね。そうなのよ。あ、名前が。あー、これは友達が。ちょいちょい切って。そうね。これね、私のね、そう。一人で写ってるのがなかったんで。あ、うちが持ってるわ、うん。画像全部共有してないかな。これすごくおしゃれで好きなの。そこの喫茶店ね。ね、着物で喫茶店っていうのがすごいなんかおしゃれだったなと思って。どうしようも行く？ね、ここだって早く行けばなんか結構。うん、でもここもいいけどなんかさ、また違う喫茶店でもよくない？なんかちょっと老舗っぽいところでもさ。いいんじゃね、おしゃれじゃん、めちゃくちゃなんか。でしょー、ちょっとずつ腕上がってるでしょ。うん、上がってる。ただなんか撮った写真じゃなくて、なんかちゃんとね、構図をね、構図考え始めて、いろいろ考えて、一応やってるんですよ。去年ひたすら食べたんじゃないですか。そう、インドカレーとかめっちゃ食べ、でも家にいるからさ。うん。フィギュア増えすぎでしょ。確かに、そうだよね、そのやつから買ったもんね。フィギュアの年だったね。そうだね。なんか家にいるしかできないからさ、うん、家の中を楽しくするのにね。うん、そうね。アルバムだ。旅行は、そうなの、ね、GoTo とかで。これ GoTo 前でしょ。あ、GoTo 前か。うん。なんかまだそんなにコロナが、髪伸びたね。伸びたね。そう、だからすごい短かったなと思って。なんかこれよりはやっぱちょっと長い方がいいのかなって思ったんだけど。今ぐらい、いやでもこれもこれでよかった。後ろはこれぐらいで、前がもうちょっと長いと。そうだね。はい。江ノ島のね、行きたいね。江ノ島の写真、あ、江ノ島の写真がね、結構多くて。顔だいぶでもさ、頑張ったじゃん。半年ぐらいで顔を一応頑張ったんじゃないですか。何が？顔の筋肉は筋肉とか頑張ったんじゃないですか。ああ、そうか、そうだね、うん、レオパだね。
後半からもうあれだったよね。レオパですね。なんか1年間飼ってたような気持ちでいるけど。そうなの。全然なんだ、ね。全然9月だから、あ、9月じゃない、8月だからね、うん、お迎えしたのが。なんか、こう見るとすごくあっという間にだよね。そうなの。あー、ほんとかわいい、ほんとかわいい。やばいな、これ。ほんとかわいいよね。なんなら、なんなら、変だよね、やっぱ。変って言うの。ずーっと見てたもんね。なんかちょっとなんか神経障害あるのかなって思っちゃったけど、ね、でもそういうわけじゃないね。ご飯はすごい上手に食べてくれるから。おばちゃんが取るやつじゃん、なんか。そうそうそう。こんなこと斜めでこうやって食える。そう。すげえね、普通の記念写真ね。意外とあの集まりで記念日っていうかな、節々を過ごしたことがね、ね、残ってる、ね。そう、集まりが、集まりの写真を載せたかったんだけど、それがね、うん、あの。あれ、JPEG じゃないの？ジピングじゃなかった。へぇー。めっちゃ反りすぎじゃん、マジで反った。いや、反ったっていうか、これさ、頑張ってさ、あの、チクチクしたやつか。そう、迷う切りバサミで、私が必死にこう。横から見るとすごいね。そう、結構短かったよね。あんまり横から見ることもないもんな。うん。いやね、ハロウィン、今年は、そっか、ちょっと少なめに作った。少なくないんだけど。最後の3人ですね。新しいね、新しくハマったものが。いろいろあったりしてね。後半からハマったのがさ、急激にハマってて。そう、ガッと波が来てるから。ガッとだったよね。もう2匹目だもん。楽しかったね、ここ。いや、また行きたいね、これね。季節によって違うっていうのがまたね。キャちゃんの写真がね、少ないんですよ、やっぱ。だってまだ、カットだったよね。いや、なんか、ナナラはね、結構なんかだらけてくれるから、撮れてたんだけど、キャちゃんね、あんまり出てこないもんね。そうなの。で、あんまりびっくりさせたくないからさ。うん。ってんなぁ。いや、そったんじゃないこれ。後半めちゃめちゃ。半分そうでした。ね、お互いに切ったっていう。うん、楽しかったね。もう一回行きたいなぁ、うん。何回でも行きたくなるのね、うん。やばいな。好きだ。これ最後に持ってきたかったんだけど。うん、なんでこれ年末うん。いや、いつもさ、年末には届くようにしてたからさ、載、うん、せれなかったじゃん。今年載せれるなと思ったから、それで締めた。めっちゃツイッターに載せてる時じゃん。本当？やべえ、ツイッターもそばだな。だー。こんな感じでした。ありがとう。楽しい、毎年楽しいになってきた。自分もね、この形になってくるのは楽しみなので。あれ、絶対上達してるから一番最初に。やった。これとかめちゃくちゃ、こういう風景撮りワクワクじゃないですか。何これ。意味不明なやつ、ね。難しいね。もう2年前なんだって感じだよね。うん、これさっき。ね、ここもまた行きたいよね。ここね、すごい、うん、楽しい。こういう遊びをしております。はい、してくれてます。途中でね、やってくれるようになって。思い出のアルバム入れの忘れた。じゃあ、まじね、すーちゃんが家にいる状態でめっちゃ急いで作ってたの。うん、そっかそっか、見るから、うちが。そう。急いで作った割にはでしょ。すごいと思うよ。すごいよ。じゃあ必死で、うん、もうスマホから、こう、ダウンロードできねえ、どうしようって。頑張ってやってくれたんで。こういうのがね、私、個人的に作るのが楽しくて好きなので、形に残るのってやっぱね、うん、いいなと思って。一年ずつっていうのがなんかまたいいよね。ねえ、そうなんですよ。なんかごっちゃになったりすることあるじゃん、やっぱ。何年前だったっけ？覚えてる？そう、ちょっとしたね、日常も思い出です、っていうことで。おしゃれだ、めちゃくちゃおしゃれじゃない、これ。売ってそうじゃん、これ。見て、ほら。ほらほら、ほらほら。だいぶクオリティ上がってきたでしょ？上がってるね。めちゃくちゃ上がってる、ね。自分で言うのもなんだけど。これだってなんか、ね、なんか公民館とか見そうな。ちょっとなんか手作り感が、うん。何々町の歴史みたいなのとか出てるね。すごい、すごい。二人の歴史。本になったね。厚みでも大体、あそこ同じなのか。そう、ページ数は同じにしてます。大体96ページかな。ね、すごい。ありがとうございます。今年なんて、うん。はい、でした。で、はい、あれだ。そう、今日ね、ちょっとお散歩してね、
はい、はい、今日はチョコレートを買ってきました。もうすぐバレンタインやで、中身はまだ見ないんだけど、うん、買ってきただけの、ね、自慢今年は2人で選んで買ったね。なんかだいたい毎年ね、あのお互いにねプレゼントするのに1個ずつ選んだりはするんだけど、もうさ、アンジュルちゃんの毎年ねすごい、あの、ね、アンジュルちゃんを描いてる方々がすごい好きで、あのご夫婦なんだけど、すごい好きで毎年買ってるんだけど、なんか今年ねちょっと悩んでたらね、ほもう売り切れてた。すごい早かった。そう、いや毎年早いんだけど、まなんか年を追うごとに早くなってる、完売するのが。でなんかすずちゃんが知らないうちに買ってくれた。あとあのマグカップがって言ってたから、マグカップ買ったよかなって思ってたんだけど、すごい。いやマグカップは多分速乾だったと思う。ね、うん。どこにもなかった。インターネットでもね、うん、結構前から。これはなんかザッハトルテ、うん、去年気になってたけど、ね、このチョコを買って買わなかったですね。そうだね。これなんかちょっと新しかったよね。これでも去年あったんだよ、確か。あったっけ？で、なんか気になってたけど、うん、一個一個はなと思って買わなかったの。そっか。このオレンジが何だろうと思ってて。オレンジピールとビターだっけ、これ。なんか、アールグレーとラムレーズン。うん。にした。これなんかホテル大倉のジャパンアソート、ね、うん、去年も買ってすごい美味しかったから、私もね買ってみた。これがなんかすずちゃんがすごい好きって言ってたんで買ったんだけど、これすごい箱も可愛いよね。かっこいいね。うん、これね2段になってんの。アソート、アソート、アソートです。ね、これも楽しみだね。2月14日もちょっと楽しみ楽しみです。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。